サンサン株式会社サンサンユニットでプロダクトマーケティングマネージャーをしております久永と申します。出会いからイノベーションを生み出すということを企業のミッションとして、法人向けに働き方を変える DX サービスをご提供しております。営業を強くするデータベースサンサンの他に、バックオフィス業務の DX 化を推進するビルワン、コントラクトワン、イベントテックを推進するセミナーワン、そしてオンライン名刺を含めて名刺そのものの概念をアップデートするサンサン名刺メーカーなどをご提供しております。一つはまず企業データベースが標準搭載されているという形になります。そして二つ目はそこに接点が組み合わせられることができるという形なんですね。なので当然企業データベースだけを販売している会社さんもあれば、接点情報だけを蓄積できるというプラットフォームも一部あったりすると思うんですけども、そういったものが組み合わせられるということが非常に大きいかなというふうに思っています。かつその情報自体が常にこうアップデートしていく、最新化されていくというところが大きな特徴になりますので、当然そのデータは生き物ですってよく言われますけれども、大体そのまあ1年経つと2割以上はもう企業の情報だったり個人の情報ってもう何らか変わっていて古くなっているって言われている中にあって、まあそういう状態が常に最新化され続けていくというところが一つ大きなポイントかなと思います。一つ目の連携はチームス連携になります。カレンダーに登録された社外の出席者に対して事前にオンライン名刺を送付したり、ウェブ会議中にチャットを通じてオンライン名刺交換をする、まあ、そんなような活用が可能です。2つ目のポイントはアウトルック連携になります。サンサンの名刺情報をアウトルックの連絡先に同期したり、アウトルックで受信したメールからその署名情報を読み取って名刺情報と同様にですね、サンサンに接点情報として登録していくことができます。3つ目は Azure Active Directory 連携になります。 Azure AD の設定なんですけれども、管理者の方はアプリケーションギャラリーから簡単に SSO の設定を行うことができます。チュートリアルとかも用意されておりますので、非常に設定自体は簡単に行えます。サンサンのお客様にとってはマイクロソフトのセキュリティ保護の対象になるというところで、常に最新のセキュリティ環境でご利用いただけるというのが大きなメリットであるというふうに感じています。セキュリティの一番のリスクは複数のサービス間におけるパスワードの使い回しというふうに考えております。今回 SSO の連携ができるということによって、まあ、一つのパスワードでログインできるということは非常にユーザーの利便性も向上しているというふうに考えます。多要素認証や条件付きアクセスなど、まあ、高度な認証基盤が利用することができますので、まあ、お客様のセキュリティ要件に合わせた設計が可能かと思います。今回そのサンサン、まあ、会社を挙げてのチャレンジとして名刺管理というイメージを脱却するというかですね、そこからもその本当に営業を強くするデータベースという形で、まあ、社内としてもリブランディングするっていうくらいの結構まあ、大きな転換期であるというところなんですね。なのでそのまあサンサンアップデートするっていうお客様のからの見え方だったりとか、そもそも実際に使っていただくまあ体感だったりとか体験だったりとかっていうのをまあアップデートしていくっていう、名刺管理のサンサンじゃないよねっていうふうに見える状態を作り出したいっていうふうに考えています。サンサンではまあさまざまな今ソリューションをご提供しております。まあ、それらがですね、まあ、サービス間が融合していくということによって、まあ、今まで見えなかった企業と企業、人と人というもののつながりを可視化していく、まあ、そんな世界観を作り出していきたいというふうに思っております。